ついに来たか、勇者め。お前たちが魔王の手先、四天王。そうだ、ここから先には行かせねえ。俺はお前たち四天王を倒して絶対に勝ってやる。ピリ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 。なんだ。時間だ。時間。俺たちは上がらせてもらうぜ。お先に失礼します。え、スタスタスタ。え、おい、どこ行く。待てよ。スタスタスタ。誰だ。俺たちは四天王。四天王。いや、四天王だ。魔王様の手先、四天王。いや、四天王はさっき見たけど。え、誰ですか。え、何。四天王だ。四天王はさっきの4人でしょ。なんで他の4人が四天王名乗ってんの。俺たちは17時からの四天王。17時からの17時インだ。17時イン。スタスタスタ。俺たちは四天王。あれ、あ、え、あ、え、四天王が8人。え、ちょ、どういうこと。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうしました。あ、今日17時からなんで来たんですけど。え、僕ら17時からですよ。え、嘘、本当ですか。あ、はい。え、僕ら17、22やと思ってたんですけど。あ、え、そう。あ、ちょっと見てみますね。シフト表見たら僕ら17時からなってます。シフト制なんや。四天王ってシフト制なんや。固定の強い4人が構えてるんじゃない。四天王ってシフト丸した人がこの時間出れるよみたいな感じな。バイトみたいな感じな。で、かぶっちゃってなんかシフト間違えたかなみたいになってるし。何これ。僕らも丸になってません。あ、でもなってるわ。あ、これ店長間違えてますね。丸になってますよね。はい、店長間違えてますわ。もう店長言うてるやん。多分魔王様のことやろうけど店長言うてんねや。あ、ちょっと店長に確認してみますね。ブー、もしもし魔王様、今日ちょっとシフト見たらね、僕らと増崎さんがちょっとどっちも丸になってて、どうしたらいいかなって。はい。あー、でもせっかく来たし着替えたんで帰るのもちょっとね。はい。はい。あ、いいですか。はい、じゃあ、はい、そうします。はい、失礼します。勇者め、俺たちは八天王だ。あ、八天王になっちゃった。こんな四天王でも強いのに八天王になったら勝てるわけないやん、勝てるわけないやん、勝てるわけないやん。あ、勝てる。この感じは多分勝てる。僕らはみんな生きている、生きているからチャンネル登録するんだ。僕らはみんなチャンネル登録している、チャンネル登録しているからチャンネル増えるんだ。手のひら